救急車両が出てきますけど、これで、また石材駅までね戻ってきました。でね、いろいろと、回ってこったところですけど、まずね体力もね有り余ってるから、まずね石材駅のねこの駅構内の名車内にね潰しときましょう。釈禅寺城跡と安楽寺で清水大寺とあるらしいですね。やっぱお寺系が増えますよね、こういうの。まあ城跡とかね見てみたいですし、こんなところらしいにあるらしいです。ここから、踏切渡ってずっと行ったらいい感じみたいですね。その駅からは離れてますけど、一つ見つけたらそこからはもうポンポンポンって近場に固まってますからね、まとめていきそうですね。でもうそのまままた小木の里とかそっちの方にも行きますし、まあ悪くないルートで行けそうですね。よし、じゃあどんどん行っていきましょう。で降りたら昨日は自動車学校ある方とかからだったから、こっちからずっと来てね、今ちょうどこの道走ってきましたけどね、今からはこっちに行こうと。あ、もう交差点だ。近いわ。あ、縮尺が大きいですね。ですから間違いなくその駅数は多いですけど、今までの駅間散歩の駅間散歩じゃない、駅間散歩もダメですけど、駅の間が短いですからね。あれですね、あの名所案内完全制覇はだいぶやりやすいですよ。あ、ここは何にもうどんのお店なんだ。店名が何にもうどんなんや。そう言うて朝飯を食いそびれてますからね、腹が減ってるのは減ってるんだな。あれか、ガソリンスタンドだったのか。でも錦の浜パークタウンとかで見えてますもんね、地図に。トマトってのがそっちの方ですからね。この道をずっと行くと、朝通ってきた錦の浜とかあっちの方の道の方に出てく感じなんでしょうね。不動40号線か。あ、これシードってあの地図に書いてありましたね。何屋さんなの？あ、釜焼きピッツァなんだ。へえ。あれか、学校かなんかあるのかな？作るぞみたいにこうやって書いてくれてありますね。でこれで石前橋。あ、いいタイミングで。広い交差点ですね。あ、でこれが言っとったね、あ、何また、三笹の湯かな。ここも天然温泉なんだ。でかいですね。結構皆さん入ってきますね。すごいですね、温泉あったことにあるのいいですね。でちょっと行ったところから脇に入れるらしいです。ふわふわふわ羽毛かしぶと、何どういうこと。泉さんの名物脇あり、脇あり、どういうこと、どういうこと。かしぶと一泊1900円。いや、宿泊施設じゃなくて布団施設ってことなのか。そんなのありますね。で、あ、この道か。
貝塚中央病院。中央病院こじんまりとしてますね。なんかあの通り沿いになったところの方のが大きい感じがしましたけど、あ、これはちょっとまたちょっと道は細めですね。おお。あ、これ、あ、これ食前事情はってなってますね。元禄元年、石原の宮と戦った際に砦として築かれた。へえ。駒の海戦に沿った、小木川、これあの小木の里の小木なんですよね、きっと。小木川の、南側部に位置し、戦略上の用地だった。戦争13年、豊臣秀吉のネギ攻めの際には30件、地方の本丸に一部30の号、を巡らした強固な城内に、出原右京を大将、出原ですかね、大将として総勢9500名、すごいですね、ネギ衆が立てこもったと言われている。秀吉方の攻撃にも落城せず、最後は、貝塚寺内の、牧飯祭領鎮、これは強いですね、牧飯祭領鎮、領鎮って私の昔のあだ名じゃないですか、の仲介により和談開城したとして、釈然寺キャッスルっていうのがすごいですね。で、そのあれになった、川というのがこれなんですね。なるほど、確かに渓谷深いですね。ここがお城の跡だったってことですね。まあ、ですからあの天守閣とかがあるそういうのじゃなくて、いわゆる堀が巡らしてある、お城ですね。でここから先に入ってくると橋本の集落っていう方に入ってくるんですかね。細っ、あ、これ車じゃなくてよかったかな。